回のゲストはドラえもんからスネ夫さんです。のび太ジャイアン見てるか。映ってる映ってる。映ってなかった。映ってた。ごめんなさい。骨川スネ夫小学5年生です。いいだろう、のび太ジャイアン。パパの知り合いのおかげで YouTube に出れたぞ。いいそう。先生、はじめまして。はじめまして。骨川スネ夫小学5年生です。骨川スジオって名前でしたっけ。スネ夫だよ。骨川スネ夫。ママ。ごめんごめんごめん。間違えちゃった。骨川スネ夫。そうです。あー、フルネーム知らなかった。スネ夫って名前なんだ。あー、知ってる。これで何十年もやってるんだ。スネ夫は知ってるよ、よく。でも小学5年生なんだ。よくわかんないだろ。いいね、年取らなくて。でも僕はね、家庭教師の先生が何人もついてるんだけど、うん、それでも教えてくれない英語ってあるんだ。ほう。のび太のくせに生意気だぞ。これって英語でなんて言うのかなって思ってさ。うん、のび太のくせに生意気だぞって言いたいの。言いたい。もっといいこと言ってあげればいいのに。スネ夫はいつもいつもそういうことばっか言って。だってのび太が悪いんだよ。なんで。のび太がのろまだからさ。でもあいつにはドラえもんがついてるから。そうだね。うん、で、なんだったっけ。え、のび太のくせに生意気だぞ。のび太のくせに生意気。先生、早くやってくんだよ。声がもたなくなるんだ。もっと聞きたい。じゃあただのおじさんになっちゃうぞ、そしたら。のび太が、あ、スネ夫急に。のび太のくせに生意気だぞ、難しいこと言うな。のび太のくせに生意気ってことは、のび太なのに、生意気？生意気ってどういう意味だっけ？あれ、そこから？生意気だから。のび太より成績悪いんだな。そうかも。生意気だから、生意気ってどういうことだっけ？生意気？一回止めて調べてから行くか。そうしようか。ソーシー、ソーシー、コケ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 だって。コケ、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 ソーシー、ソーシー。のび太のくせに生意気。もうのび太のくせにソーシー。ソーシーってどういう意味？生意気ってどういう意味だろうね。僕が聞きたかった。じゃあもっと簡単なので。いいぞ、さすがジャイアン。急に簡単すぎるじゃん。急に簡単すぎ。そんなのいい。この先生難しいんだけど。コーキー、コーク、コーキー、コーキーだって生意気。コーク。ドラえもん翻訳こんにゃく持ってきて。翻訳こんにゃく。翻訳こんにゃくだよ。翻訳こんにゃくってなんだよ。翻訳こんにゃく。翻訳こんにゃく。翻訳こんにゃく。オー、ジャイアン、ゴーゴー。そんなんでいいの？いや。オー、ジャイアン、ゴーゴー。あとなんだっけ。あと、のび太のくせに生意気だぞ。のび太のくせに生意気だから、コーキだって。コーキ。難しいね、コーキ。コーキ。のび太のくせに。のび太なのにコーキ。のび太なのにコーキ。のび太なのにソースイ。I didn't know that. じゃあ違うのでしょ。違うの。のび太は、なんだっけ、ノロマ。のび太はノロマだな。のび太はノロマだな。You are too slow. You are too slow. You're too slow. You're too slow. You're too slow. のび太、you're のび太、you're too, you're too slow. のび太、you're too slow. No, no, slow にしろ。Now you're too slow. ごめんなさい。のび太、you're too slow. Nose. 今度 nose になっちゃった。You're too slow. Snows. Snows. はい。Snows って言ったでしょ。もうドライブ空気になってきて。You're too slow. You're too slow. You're too slow. のび太、you're too slow. 今いいことにしよう。いいことにしよう。いいことにしよう。難しかったな。Go go go. でも次は頑張るよ、もっと。うん、頑張ってですね。うん、頑張る。私だよね。次はもっと頑張るよ。最後に、うん、アニメでは見れない、うん、僕の正面顔。
アニメでは正面顔って見えないんだ。いつもこっち。スネ夫、なるほど。ということで、バイバイ。